もともと一つだった魂が、二つに分かれてしまった、魂の片割れであるツイン霊。そのツイン霊に出会って起こる不思議体験には、様々あり、これは偶然ではなく、運命です。今回はツイン霊と出会うことで起きる、不思議体験ご紹介した、その正体について解説します。あなたにも、ツイン霊との出会いが、すぐにでも起こるかもしれません。どこかで出会ったような気がする。初対面なのに相手を懐かしく感じたり、どこかで絶対会っているはずだと感じたりすることは、多くの人が経験する不思議な現象です。この感覚から、やがて相手が運命の人であると確信することもあります。この不思議な体験は、両者が同時に感じる場合もあれば、片方の霊的な目覚めが早い場合もあります。しかし、何度か会ううちに、もう片方も同様の感覚を共有するようになるでしょう。偶然、本人に出会うことも多い。これはシンクロニシティと呼ばれる不思議な現象です。ツイン霊同士の間に起こる、まるで偶然の連続のような出来事です。同じ場所で頻繁に出会ったり、電車でよく乗り合わせたり、過去に同じ場所を訪れていたことがあるなど、不思議な偶然が重なることがあります。また、相手の名前や誕生日の数字をよく耳にしたり、目にすることもあります。これらの偶然が多いと感じる場合、それはツイン霊間のシンクロニシティの一端かもしれません。不思議な安心感がずっとある。これも、ツイン霊に出会った多くの人が感じる不思議な体験です。特定の人と出会ってから、なぜか付き物が落ちたように精神的にリラックスするようになったり、理由のわからない安心感を覚えたりするのです。人によっては、性格が変わったかのように、積極的になったり、向上心が芽生えたりもします。いずれの場合も、きっかけになる出来事というのは特になく、あるのはその人と出会ったという事実だけなのです。あなたの身の回りで、なぜか急に明るい性格になったり、物事に前向きに取り組んだりし始めた人がいたら、その人はツイン霊に出会ったのかもしれませんよ。ここまで、ツイン霊と出会うことで起きる不思議体験について見てきました。いろいろな特徴がありました。ツイン霊に出会うと、様々な不思議な体験や不思議な感覚になります。でも、それは一体なぜなのでしょうか？続いては皆さんが気になってるであろう、不思議体験の正体を探っていきます。前世からの縁で結ばれているツイン霊というのは、もともと一つの魂が二つに分かれたものだと言われるくらい、深いつながりを持った魂同士のことです。親子や兄弟、夫婦、従従関係など、親しい間柄の人間として、お互いに何度も生まれ変わっている関係です。前世で何度も縁を持った相手ですので、相手に対して異性ではなく、魂のレベルで懐かしさを感じたり、前に出会ったことを魂が覚えていたりするのです。何度も起きるシンクロは、宇宙が二人を引き合わせたいという証拠。ツイン霊との間に起こる不思議なシンクロニシティは、運命のなせる不思議の一つです。魂同士が引き合うことによって起きる現象で、宇宙にツイン霊同士を引き寄せる法則が、働いているのだと表現する人もいます。ツイン霊同士の間では、テレパシーにも、似た魂同士の共有感覚が存在するため、示し合わせていなくても、行きたい場所が被ったり、同じ時期に同じような体験をしようと、考えたりすることも多く、それが結果として、不思議なシンクロニシティとして、現れるケースも、多いようです。実は不思議な体験から、
彼がツインレイなのかどうかを判断できるのを知っていますか？ここからは、その判断基準について解説します。では、前世で何かが彼との間にあり、そのモヤモヤを解消できていない場合などに、現れる魂の震えです。離れているのに彼の温かみを感じる。彼と離れているのに、なんとなく近くで息遣いを感じる気がする。いつでも彼に見守られているような気がする。もしこうした不思議な感情を彼に対してよく持つなら、彼があなたのツインレイである可能性が高いでしょう。魂にとって、物理的な距離というのは、あまり意味をなしません。一度現世で出会ったツインレイの魂は、常に寄り添おうとすることがあり、それが距離が離れていても、彼がそばにいるという、不思議な感覚になっているのです。テレパシーが届く、ツインレイに出会った男性というのは、無意識化でテレパシー能力が発達し始めます。これは、いわゆる超能力で言うような、言語化されたテレパシーではなく、魂の交信とでも言うような、心と心の間に発生する感覚の波動のようなものです。言葉で説明できるようなものではなく、いわばイメージです。彼と一緒にいる時や、そばにいない時でも、ツインレイの彼の魂が感じている思いが、テレパシーとして、あなたに流れ込んでくることがあります。それが、彼の考えや思いとして、あなたが感じ取ることができるのなら、彼はほぼ間違いなくツインレイでしょう。この現象は、ツインレイの彼が特に大きな、喜怒哀楽を感じた時に起こりやすいものです。例えば、あなたがなぜか彼に電話しなければ、と感じて電話したらば、ちょうど、彼があなたに報告したい嬉しいことがあった、などということが頻繁にあるようなら、彼はあなたのツインレイでしょう。いかがでしたか？ツインレイと、不思議な現象について解説させていただきました。最後に覚えていてほしい、三つのポイントについて解説します。最初にツインレイとは、魂レベルで結ばれた特別な存在です。過去の複数の生まれ変わりで何度も出会っており、そのため、ツインレイと再会すると、魂の奥底から記憶が蘇り、不思議な懐かしさや既視感を感じることがよくあります。さらに、二つ目にツインレイとの関係では、不思議なほどのシンクロニシティを感じることがあります。これは、魂レベルでのつながりや共有感覚、そして時には、男性側のテレパシー能力の影響によって起こります。その結果、意味のある偶然が頻繁に起こり、二人の間に特別なつながりを感じることができます。また、愛護に出会うと、理由がわからない、安心感や高揚感を感じることがあります。これは、長い間探し続けてきた片割れに出会えたという、魂の喜びが深層心理に影響を与えるためです。その結果、自然と相手の持つ素晴らしい特性が引き出され、お互いを成長させるきっかけとなります。ツインレイとの関係は、特別で意義深いものです。その魂の絆や不思議な縁によって、お互いを深く理解し合い、成長し合うことができるでしょう。